18番ゲートへと誘導を受けました。収まりました。体勢完了。スタートしました。綺麗に揃いました。さあ先行争いに入ります。外目から15番のムーンクレスト、16番ウィンガニオン出ていきますが、間から高ダッシュ8番のマルターズアポジー飛び出していきました。リードを1馬身2馬身と取ります。2番手には内から3番ヤングマンパワー、それから6番のダノンメジャー、4番手15番ムーンクレスト、1馬身差16番のウィンガニオン、間から追走する9番レーヌミノル、さらに最内から2番のアメリカズカップコーイのインコース、1馬身差、その直後に11番のエアスピネル、さらに外17番ジョーストリクトリが並んで、1馬身4番サングレーザーが行きます。12番イスラボニータ中段やや後ろ、3コーナーの上りに入ります。1馬身差7番のレッドファルクス、外は10番のクルーガー、1馬身内から14番ガリバルディ、頂上から坂を下っていって残り800を通過、1馬身差13番のグランシルク、そのうちに18番のペルシアンナイトが続いて、2馬身後方2番手に5番の里のアラジン、3馬身差最後方1番ブラックムーン、残り600を通過しました。8番マルターズアポジー先頭、リードは1馬身、2番手には6番ダノンメジャー、その外からじわじわと差を詰めてムーンクレスト3番手、直線構成と入りました。内に入ったのはヤングマンパワー、馬群の外にはレーヌミノル、さらに11番のエアスピネルがその外から追い込んでくる、馬群の間突っ込むのはレッドファルクス、さらにそこからサングレーザー、残り200を追加して、さあエアスピネルが先頭に立った、リードを1馬身、サングレーザーを追ってくる、レーヌミノルに近くに下がる、間からはペルシアンナイト、さあ先頭は11番のエアスピネルに、ペルシアンナイト、エアスピネル並んでゴールイン。さあどうか、18番ペルシアンナイト外からよく伸びました。11番エアスピネル内で粘りましたが、さあどうか、2頭が並んでいます。外から4番サングレーザー、これは3番手。